はいこんばんはこんばんははい、えー、こんな月曜日の夜10時半にラジオを聞いているお暇なあなたに今日も送りたいと思います <laughs> リスナーをいきなりにするのやめましょうよ <laughs> もっといろいろね月曜日の夜だからやることあるでしょうって思う ですけどねいやいやほとんど週の初めだからこそ確かにまあね金花金やって土日で休んで月曜日から「よし仕事だで」でこんなラジオを聞いてたら <laughs> もう本当に明日から仕事やる気になるんじゃないかな <laughs> なんて思ってね <laughs> っていうところでまあそんな僕は今日ね実は朝、はい、朝の9時10時ぐらいからか<う>あの野球を 野球を野球してましたあの犬の心っていう芸人さんの IKEA さんの野球チームに所属していて、はい、チーム名「池さんファイターズ」っていうんですけど「まんます」<laughs> 池さんファイターズで野球をしてきたんですけども、はいまあ、敵チームがですねあの、はい、イケメン野球チームということで<う>チーム名が「はい、フレンチブルドッグ」と。 あ,あ、おしゃれな感じですね。ね、はい、フレンチブルドッグという、はい、<laughs> イケサンファイターズ vs フレンチブルドッグ,でッドッグで。あの、神宮の軟式球場の大井町。コートっていうところで、やって、うんあはい、まあ、そこであのー。審判を神宮球場ってこう、はい、お金払うと借りれるんですよ。 あそうなんですかそう,そう多分ね56銭ぐらい払うと2時間借りれてその審判を使って僕らしっかり試合をやってみたわけなんですけどもじゃあもうイケメン度も古典版にしてやったわけですか、ね、そうですもう非常にもうあの熱戦に次ぐ熱戦でございましてですね、はい、まず結果から申し上げますと対すごいじゃないですか。 負けるという形でございまして <laughs> はい。まあ非常にいい試合でね僕はなんと三打数一アンダー1打点という形でございまして好成績ですねそう高成績なんですけどもああやっぱりね人のために、えー、チームのために勝たなければいけないのかななんて思ってですねワンホール <laughs> オールファンの精神でいきたいと思います <laughs> それでは行きましょう <laughs> マンデーラジオ高橋和也の月曜日がやってきた はいといとうわけで今朝は野球をやってきたわけなんですけどもねボロボロに負けたけどでもま後半は非常にいい試合だったんでまたこ,これからも来月もちょっと野球があるので、はい、あまあ来月どこかで野球の話ができてでまあ来月の試合が終わったらその後はちょっとあの真夏に入るのでえちょっと休暇を。 オフシーズンに暑くて熱射,熱射病になるからちょっときついからやめようっていう話になっているので来月からはまあちょっとねあんまりやらないかなというところでそんなあの野球の話だけではなくですねこのまあ1か月ないしは3週間ぐらいで結構いろんなあのバドミントンのニュースがありましたので、えー、とじゃあバドミントンニュースをいきたいと思います。あはい、じゃあバトミントンニュース ははいそれではですねまずこのバドミントンといえば、えー、ヨネックス皆さんご存知かと思うんですけどもこのニュースリリースは4月にもうすでに発表されていたんですけども <laughs> 実際それが実際に施行されたというか、えー、と<工>株主総会でですね6月23日の株主総会で代表取締役会長の米山勉さんが。 あごめんなさい代表取締役社長だった米山智さんが、はい、代表取締役会長になって、うんえー、代わりにですね代表取締役社長に林田久崎久さんがですね <laughs> あの就任されたというこの一大ニュースでこれまであの<れ>ヨネックスのバトミントン界では一大ニュース一大です一大ですこれまであのバトミントンニュースというかあのヨネックスはですね、はい、歴代人事がもうずっとですね、はい、あの <coughs> 米山一家でですね、あの進んでいるという。ヨネックスの米は米山の米なんですか。多分そうなんですよ。<ー>多分そう、まあ結構安直ななんかアホみたいな名前の付け方なんですけど、<laughs> 非常に,お世,にお世話になってるんですけども、<ー>まあそのまあ米山さんが社長になって、米山さんの弟が社長になって、米山さんの息子が社長になって、林田さんが社長になるという。完全接種制だったんですね。新潟のあのー。 会社なので、うん、まあ結構新潟出身の僕としてはまあ頑張ってくれて非常によかったなって思っているところではあるんですけども、うんはい、林田さんっていうのは何者なんですか林田さんっていうのはですねあのー、まあ1975年のすご,い <laughs> すごい歴史語られちゃう感じるですか1975年の水戸で行われたですね大会でシングルスで当時九州学院高校かなで、えー、優勝してます。 高校ってことは高校の大会高校の大会1975年なんで僕が生まれる10年前なんでまあ多分、まあ、ジジイの羽根つきみたいな感じだと思うんですけど <laughs> それで優勝しているので <laughs> まあまあまあ社長についた人ですから <laughs> まあまあ大した大したねあの形で、えー、やっているかなと思いますねそうですね はい、のニュースなんですけども、も直近じゃないですか。そうバドミントンのカナダオープンで、はい、ええー、カルガルのカルガルカルカルガリーで各種目の準決勝が行われ、はい、女子シングルスで今、えー、ベップうカリさんっていうのかな、<laughs> 高橋さやかさんが決勝へ進むという形で。読み手ですらよく分かってないニュースって。まあなんていうことがあってね、まあ。はい まよこの人よくじゃんでまあ引き続き頑張ってくださいという感じです、ね。<laughs> なんでおざないな <laughs> コメント。<laughs> ちょっとよくわかんない人に関しては。これ一番あの得する人。思い出さんですからねこのニュース。思い出なし。思い出なしです。思い出なしですね。はい。 でえー、とそれから、ですねあとはもう,、はい、もう一つ、えーえー、これがでですすねね今日結構豊作です、ね、あのバドミントンマガジンというですねバドミントン専門雑誌、えー、7月号が絶賛発売中ということで<お>ここはねあの、まあ、ロングインタビューで奥原選手とかもあるんですけども、はい、まあ注目はルネサスから、ね、チームを、ね、あの引き継いだ最瞬間制作。 のお最終監制作製薬所といえばドモホルリンクで有名なあの会社が、ええ、同じ熊本の吉見っていうことで営、はい、が傾いたルネサスから <laughs> <そ>あのバドミントンのクラブチームそこの会、ね、<laughs> あの取ってきたんですよ。あのはい まあ熊本の市長だかなんかにお,お願いされてちょっとあの熊本のこんな強いチームをなくすわけにはいかないか何とかしてくれないかみたいな多分話があったんでしょうねそれで最終約制約上があのチームになってその西川社長のですね <laughs>、はい、あのインタビューがこのバドミントンマガジンに掲載されているということなんで前編後編となるのに多分8月に後編が出るのかなというところなのでぜひこれ読んであのどうしてルネサスから。 え最瞬間があーチームを勝ったのかとかっていうそのみんなが気になってるえなんで?」がこの一冊で解決できるかと思うので。<laughs> <laughs> まあ、あの機会がある人は、ね、あのバドミントンマガジン近くの書店では多分売ってないので大きい書店に行って買ってみてください。<laughs> ですね。<laughs> そうえ、なん<う>でまで行く工程すげえ長いと思いますけどね。<laughs> そうそうそうそんなことがありまして <laughs>、まあ、あの実はあの、はい、今回は人狼というテーマでいくつかあの人狼に関わること何でも何でもいいですっていう形で、はいえー、募集をしておりましてですね、はい まあ、と言いますのもです、ね、この今,度の今6月なんで今度の7月から渋谷で毎週金曜日、はい、オール人狼という形で,うで、ね、渋谷のマンガサロントリガーというところで、えー、人狼イベントを開催することとなりまして、はい、ま毎週金曜日オールをするっていう形なのでなかなか大変なんですけども、まあ、それをこれから始めていくにあたって、うん、もう少し人狼を盛り上げていきたいななんて思いましてですね、うん まあそれに伴ってあと人狼「オール人狼ウェブマガジン」っていうものもちょっと立ち上げて新しくウェブマガジンになるものをちょっと作ってみていろんな記事を撮ったり、まあ、結構、あのー、筑波大学の教授に人狼のインタビューをしたりとか、うん、あの若手や俳優に。 人狼の映画出る子に、ちょっとインタビュー取材して、あまあ記事にしたりみたいな、まあちょっとこうなんちゃってウェブマガジンごっこみたいなのを始めてですね。えー、<laughs> まあ、それがあのー、まあどういうふうに転ぶかとか、まあ飽きたら半年ぐらいでやめようかなと思ってるし。はい、<laughs> これから盛り上げていくんですから <laughs>、はい、そうそう、引き続きなんかやっていければ。いいなと思うんですけども、まあ。はい 人狼って多分結構やったことはあるとかっていう人が割と多いテーマなので最近はそうですいろいろとあるのかななんて思っていて <laughs>、はい、まあなんかこれといってなんか面白い話っていうか人狼ってみんなやっぱゲームをやっちゃうのでいえいえ僕なんかはんか一回「えこうお前バカじゃないの?」って思ったのは、はい、こう人狼ってカードを裏らない。 のままで配ってお前が村人なのか人狼なのかどうなんだみたいなのを話し合いの上で、まあ、推理して当てるっていうゲームなので,ので、ね、原則カードが何か分からないままゲーム終了するっていうのが、はい、まあ鉄則なんですけどまあどのゲームも基本そうなんですけどんかあの僕が一緒にやっていたプレイヤーの中で「はい、お前本当は本当に人狼だろういや僕村人だいや人狼だお前村人だ」 いや人狼だなんていうやり取りをしていたら <もう S 1> そいつが最終的に「村人だからほら」って言ってカードを表にしてみんなに見せるっていう。こいつバカじゃないのかなって思ったんですけどそんな彼も。 今や世界を股にかけるベンチャーで社長をやってるんですけども。そうそう、まあ人狼ができたところでね、あのー、まあ別に優秀な経営者でもないっていうことが、これは証明されたので。どこだ。社長はあの人狼が強いみたいな、そういうのはあんまりないのかな。まあ、やつばだと思いますね。うん、いや、あと、僕最近、結構その人狼について考えることが、まあ、ちょっとあって。お<ー>。ま結構、あのー。 いい感じのことを思ったんですけど、<laughs> そうあの人狼って結構その嘘をつくゲームとか、はい、人を陥れるゲームみたいな紹介のされ方が結構多いんですよ。あ,あ、そうなの。君は騙しきれるかみたいなこととか、人狼側からのそうそうそう。<laughs> だからまあ結構その嘘にフューチャーされるんですけど、その嘘にフューチャーされている時代はまだまだアマちゃんで、ええ、はい、結局人狼ってあのー、アマちゃんである。 あればあるほど、はい、あのー、結構どうしてもそのお前怪しいとか、いいお前何者なんだみたいな、いいまあそういうところから入っていくんですよ。はい、皆さん。なるほど。ただこれがどん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 上級者になっていくと。 入り方が変わってきて人狼の価値観がちょっと変わってくるんですね、うん。じゃあそれちょっと後半でそれはあの CM 明けでちょっと話したいなと思いますので楽しみで、ねうん、はい、さっきから話している、はい、まああのレあのざっと粗筋を話をすると人狼を始めて始めた頃はどうしてもきっと疑うフェーズから入っていくと。 そういでまあそれがあの人狼の紹介のされ方とかでもまあ疑う、はい、疑い切れるか騙し切れるかみたいなそういう入りがするんですけど、えー、まあ結局ですね人狼っていうものはうまくなればなるほどある仮説をもとに人狼が誰かを当てていくっていうゲームに変わっていくというか本質はそこにあるとということに気づくんですね<う>あの人が本当のことを言っているんだったらこの人は嘘をついている。 あの人が本当のことを言っているんだったらあの人は嘘をついている、まあ、ここら辺を積み重ねて一番矛盾、うん、ないしはですね怪しいと思われる人を、はい、まあ人狼とを当てていくっていう形のゲームになるのであのすごい。 真面目なトークそうそうそうアホみたいな人狼プレイヤーが本当に多いのでもうちょっとこうとそこら辺はもう罰していかな,いいけなきゃいけないなと思っていて <laughs> 罰するす印象でこいつ怪しいからっていうようなことではなくて、ええあのー、仮説を立てるということは何か一つ真実であることを元に立てなきゃ仮説立て立たないので。 つまりその時点で誰かを信じる誰かの発言を信じるっていうことが行われているということでまあやっぱりこの人狼は最終的には人を信じるゲームだとまあそういうところに着地になるので人狼は人を騙す嘘をつくゲームっていうような人はですねまああの一般的にはまあちょっと残念なクソ人狼プレイヤーかなと思いますね。 <laughs> これそうそう株式会社人狼の人がいていい <laughs> 大丈夫ですよ大丈夫です全然問題なんですいやつやっ人を信じるっていうところはやっぱり人を信じなきゃあの話にならないので、ええ、まあ,あの人を信じる上でまあどんなねあのことを信じていく、はい、まあ対象にするかみたいなところはまあしっかり考えたいなっていうところでございまして、ええ、まあそんな困難でですねあのまあ全然関係ないんですけど、はい、あの今の今 新原稿社っていう会社から、ええ、あの人狼ゲームが出ていてそれ株式会社人狼で監修をしているんですけど、ええ、それが売れに売れ でえー、鉢釣りまで行って約3万三万部4万部ぐらい吸っているというめちゃくちゃ売れてますねそうめちゃくちゃ日本で一番売れてる人狼を監修していいのが株式会社人狼<ー>イコール僕なんですけど全体のあれを全てカズさん一人で持ってきましたねそこから、あのー、まあやっぱりなんか続編出そう出そうよみたいな話を僕は結構担当にしていたらあ<ー>、まあ、実際に出ることになって<れ>拡張版みたいな感じ まあ決定版なんですけど「デラックスという形であの会話型心理ゲーム「人狼デラックスというものがまあ7月頃に発売されるんですけどそれに先立ってこの間6月の中頃におもちゃショーっていうものが東京ビッグサイトで開催されていてそこにまああの実際に行ってまあ僕が監修したあの新しいい 人狼ゲームをですね見てきたんですけど、はい、まあ非常に絵柄も素晴らしい感じになっていてそうですね「幻ん者舎の人狼」のカードって結構なんかかっこいい感じのカードです、ね、かっこいいあの「幻ん者舎の人狼」の絵柄はですね、はい、上田バロンさんっていうイラストレーターさんが描いていて、はい、関西の方を拠点にしているあのなんだイラストレーターさんなんですけど、はい、まああの結構 目に特徴があるイラストを描くので、あそうですね。そうなんですよ。まあ結構その本当にかっこいいなっていう、ね。昔はなんかエグザイルのイラストを描いていたりとかっていう<ー>本当にいろんなことをやっている方が新役職を四つずつ描いてくれたものが追加されたものが発売されるので、はいあ、じゃあます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 多分あの面白く今までやってことある人はまあ面白く、うん、やったことない人は一回買ってみて楽しみを知ってください。 っていうフェーズですねやったことない人はまずやるでやる人は買うで買うとやっぱりあの印税が入ってくるんですよ株式会社人狼にいきなり汚ったない話聞きましたね入ってくるのでそれをもとに株式会社人狼で新しいアクション来週はまあうまいものを食べに行ったりメンバーで旅行に行ったりするっていうその血となり肉となるので本当にそれ 食べ物でちとなり肉と。そうです。そうですう <laughs>、はい。あのー、まあ、それで、僕らは、あの、ジョ,ジョ園で新年会したりとか。あ,あ、そう言ってます、ねそうそうそう。もう、そういう風に使ってるので。<laughs> まあ、売れてくれれば、すごく、あの、嬉しいなっていうのはありますね。<laughs> 本当に、本当に、ただ嬉しいだけじゃない。<laughs> そうです。本当に嬉しい。人狼が広まって、嬉しいとかじゃないわけじゃない。めちゃくちゃ、僕、あのー、その、いろんな。 株式会社人狼の行動,あ行動というか、はいええ、アクションに対してこう、はい、本当に僕結構動いてる自信があるんですけど、ええ、それでこう、まあ、得た、まあ、収益で、はい、あのみんなでこうどっか行くとかご飯食べるっていうのとか、うん、たまに僕が行かないときありますからねあそうなんですかそういやもうなんかちょっとショックですよねそれはそう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 ,そう <laughs> いや今度はすき焼きみんなで行くよって言って僕ちょうどその時人狼の仕事で行けなかったんですよ。あ なんかすごいいい矛盾を感じて稼で俺、人狼の仕事で行けないけど株式会社、人狼はこの日で行こうみたいになったから行くってなって、はい、いやなんかえみたいな、うん、まあでもしょうがないなみたいな感じでまあ組織みたいな感じですよねそうそうそうもう本当に、まあね、縦割り行政ではないですけど。<laughs> <laughs> 株式会社人狼で、まあ、今あとはその「厳冬者の人狼」だけではなくこれ本当にあの僕どんなことでもペラ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 ,ペラ喋っちゃうんですけど、はい、これ本当にあに言っちゃいけないプロジェクトがあの水面下で本当に動いているので<笑><笑>あそれ言っちゃいますかこれでも絶対ダメです本当に言っちゃダメって本当に言われてるので、はい、じゃあちょっとか,かけらだけでもかけらだけでも多分あのー、いわゆる、はい、おそらく、はい 僕がほぼ僕でも知ってたので、ええあのー、多分知ってる人は多いと思うんですよ。ええ、知ってる人が多い何らかの、はいおまあ、コンテンツというか、はい、何らかのものの人狼に関わる何かが、あのー、<laughs> いずれ発表されることになるっていう。はい それもう言わなくていいレベルの情報しか出てない,じゃないですよ。そうそうそう全然本当にね本当言っちゃだめだからどこまで言っていいか分かんないレベルで,、はい、で多分会社名会社名に関しては、はい、もちろん言っちゃだめなんで、ええ、なんですけどあのもう本当にみんなが知ってる会社だと思います。ああ例えば特に男性だったらみんなが知ってます。男性だったらみんなが知っている。男性だったらみんな知ってますね。ギャッツビーじゃないですよ <laughs> 男性が知ってる会社はギャッツビーだと思うんですけど、ギャッツビーじゃない <laughs> ヒントは？あなるほど。ギャッツビーと電通じゃないですね。<laughs> 電通男子だけじゃないでしょう,、ね、う？JT でもないですね。<laughs> あー、JT でもない。そう、旧国営でもないです。<laughs> 民間企業ですね。民間企業。立派な民間企業。そうそう会社は、はい、あのビルに入ってます。 大抵そうですよ。ほんとに言っちゃ駄目なのか。らね言っちゃダメなんて言われてまああと全然そういえば人狼つながりでちょっと余談になるんですけど、はい、この間あの僕ハリー杉山と一緒にハリー杉山っていうそのなんかリポーターみたいな,なんかタレントって言えばいいのかなが、はいて、はい、結構仲いいのでこの間一緒にご飯を食べてたんですよ。はいでまあ ハリー杉山との出会いがもともと彼がフジテレビの人狼に出ていた時にあの AD を通してハリー杉山が「高橋さんの連絡先を知りたいから教えてくれ」って フジテレビの AD に行って、はい、でフジテレビの AD から僕に連絡が来て、はい、ハリー杉山さんが連絡先聞き来たがってので教えてもいいですかで仲良くなったんですよ。<ー>でハリー杉山と仲良くなって LINE、はい、スタンプを作るプロジェクトみたいのを手伝ったりとかしていってあ、はい、まあそれであの一緒にご飯食べ行ったんですけどタレントから連絡先を聞かれたのすごく嬉しくて <laughs>、はい、今結構仲良くなったから言えるんですけど、えー、まあ正直男かよとは思いましたけどね。あ 女の子から教えてくださいっと思ったけど今となってはねそのハリーとはこう仲良くしていろいろプライベートでも手伝ってもらっていることとかもあるので、えーはい、まあまあまあすごくハッピーなんですけど人狼ででつながる縁ですよね人狼にはねいろんな可愛い女性タレントとかいたのでね <laughs> あのそっちだったらもしかしたらなんて思ったんですけどねは人狼トークでございました 月曜日の夜あっという間に30分が経とうとしております。本日もマンデーラジオを聞いていただき誠にありがとうございます。みたいな感じでね、あのこのホタルの <laughs> そのままのテンションでいきましょうよ。<laughs> 流れたら、まあ、このままのテンションだとあ,のあれですよね、森本レオだといけるんですもんね。ちょっと笑わないで、森本レオ面白いんだから。 さメールのそうですね、はい、あのー、次回メールテーマというものは次回はね、はい、特にちょっと設けずはいえっと7月の次回が6日で、はい、その次が7月の13日になるんですけどはい7月の13日にはこの蛍の光今ななやつとか <laughs> オールナイト日本的ないあのー <laughs> なんかあのジングルを作ってくれているタナナの藤君という畑菜ナっていうバンドのリーダーをですね、はい、ゲストに迎えようかなと思っていてそのメールテーマがですね藤、はいえー、君に聞いたところ7月13日のメールテーマがじゃあみさん発表してください <laughs> こっち側に字が向いてるかそっち側に字が向いてるかちょっと俺読めなくて <laughs> じゃあ、うん、メールテーマの方が思い出の曲にエピソードを 添えていやそれもだ森本レオでやるって言う森本レオでやってくださいじゃああわかりました、はい、<あ>森本レオでメールテーマを発表してください7月13日のメールテーマは思い出の曲にエピソードを添えていや面白いなそれ <laughs> あのバンドマンなんで <laughs>、うん、思い出の曲にエピソードを添えてもらって送ってもらえればあの藤君が本当に広げてでこの間あのーうん 富士君トークになるんですけど、はい、あの富く君と久しぶりに飯を食ったら、はい、今度なんかあのテレビに出るみたいな感じに言ってて、うん、ラーメン大好き小泉さんっていう、はい、なんか女の子が出てるドラマーに 1>、はい、が1回目のテーマがジン「仁ん郎っていうラーメン屋さんーラーメン二郎の ところでまあ富士くん二郎大好きで、そう夜宴会会夜宴街道店っていうところをめっちゃ行きまくってて、そこでつながって富士くんそのラーメン大好き小泉さんに出演しているので、ぜひチェックそうぜひあのラーメン大好き小泉さんとか見てもらえれば富士くんどんな人か出てるのでわかるので、なるほど、まああの来週もですね引き続きマンデーラジオ始めていきますので皆さんからお待ちしてます、お待ちしてます、はい。